アンチヒーロー10話最終回、正義。どんなラストを迎えるのか、とてもワクワクしていたのですが、想像をはるかに超える感動の最終回でした。やはり白木凛は秋澄を裏切ったわけではなかったのですね。急に手のひらを返すとは考えられなかったので、やっぱりといった感じです。秋澄の指示で伊達原に近づいたことは、赤峰や篠宮に知らされていなかったようで、どこまでも用意周到な秋澄。相手の裏の裏を読んで行動する姿に、本当に頭の切れる人なのだと改めて感じました。最後の最後に大役を任せられた白木。秋澄は彼女のことを深く信頼していたことがわかります。ここで気になる点が残ります。秋澄と白木の関係です。ラストで二人の関係性が明らかになると思っていたのですが、二人がどのように知り合ったのか、最後までわかりませんでした。檜山が盗撮していた女性が白木ではないかといった噂がありましたが、そのことについて一切触れられていませんでした。そのため、盗撮の女性と白木は別人なのかと考えられます。秋澄に対して恩があると語っていた白木。しかし、一方で、先生は忘れてるかもしれないけど、とも言っていました。そこまで深くはない関係なのかもしれませんね。伊達原側にいた時は、白木は髪を下ろしていました。しかし、秋澄法律事務所に戻ってきた時には、いつも通りポニーテールにしていて、髪型を変える必要があったのか、白木が秋澄法律事務所で働くことになったきっかけがとても気になります。気になるといえばもう一点。これまで登場のなかった青山の妻が突然登場しました。どうやら彼女は弁護士のようです。弁護士を目指していた青山なので、二人は同級生かもしれませんね。そうなると、青山の妻は、秋澄のことを知っているのでしょう。青山の妻を演じているのは、山本未来さんでした。こんなちょい役で、山本未来さんが登場するのは不自然で、これは続編が期待されます。白木と秋澄の関係が、まだ明かされておらず、その上、青山の妻が登場したのは、どう考えても次回作へつなげるためだと思います。そして、糸井一家を殺害した犯人がまだ見つかっていません。糸井一家が亡くなった原因となったボツリヌストキシンは、研究者でなければ手に入らないようです。どうやら犯人は研究者のようですね。糸井一家がどうして研究者に狙われることになったのか。その謎が次回作で明らかになるのかもしれません。青山さんは最初から最後まで特に目立つ存在ではありませんでした。しかし彼がいたからこそ今回すべてが明らかになったのだと思います。それに秋澄はとても彼を信用していました。白木の件もすべて知っていたのは青山だけです。全幅の信頼を寄せる青山には、これからも秋澄をそばで支えてあげてほしいと思いました。しかし気になるのが奥さんの存在です。奥さんが弁護士の理由があるはずです。次回作では、青山が秋澄を裏切ることになりそうな
悪い感じがします。続編があるかわかりませんが、あるとすれば、青山の妻が登場することは間違いないでしょう。これまで秋澄の右腕として動いていた青山が裏切り者になれば、物語は盛り上がりそうです。裁判での伊達原と秋澄のやりとりにハラハラドキドキしました。最初は意気揚々と話していた伊達原がどんどん追い詰められて、何も言い返せなくなった時の表情がとても面白かったです。声に張りがなくなって小声になる伊達原は最高に笑えました。秋田出身の伊達原は田舎出身で三流大学でというだけで周りから馬鹿にされたようです。権力を憎むあまり歪んだ正義感を持つようになった伊達原。誰よりも手柄を上げることに固着した結果が、嘘でまみれた人生を作り出したのでしょう。守りたかった家族が伊達原のせいで今頃マスコミに追われ、大変なことになっていると思います。伊達原には余罪があるような感じですし、しっかり罪を償ってほしいですね。裁判はどうなることかとヒヤヒヤしましたが、秋澄はいつにも増して冷静でしたね。それに対しておしゃべり伊達原がうるさくて、裁判官も呆れた様子でした。裁判の途中、秋澄が新証拠が見つかったと言った時、伊達原は新証拠を見せるよう要求しました。すかさず緑川がその通りですと声を上げた時、これは何かおかしいと思いました。彼女が秋澄の味方だったと分かった時には、やっぱりと思ったのですが、最初から秋澄側の人間だったと知った時にはびっくりしました。そして、検察の恥だと伊達原に言った緑川の姿がとてもかっこよかったです。彼女は百瀬とは司法修習の同期で、秋澄とは深いつながりがあり、百瀬は清水の資料を秋澄だけに渡したと思っていたのですが、実は緑川にも託していたのですね。伊達原の悪事を暴くために、秋澄と緑川は協力しながら証拠集めをしていたようです。瀬古は緑川がしようとしていることを知っていて、伊達原に言わなかったのは、信念を貫き通す緑川の姿が羨ましかったからだそう。緑川は強い人間ですが、これまでの過ちに向き合おうとしている瀬古も強い人。彼女にもこれまでの行動を深く反省し、罪を償ってほしいです。そして、篠宮が父親と分かり合えた瞬間、感動しました。ようやく昔のような関係に戻れますね。さやが清水と抱き合うシーンも涙が止まりませんでした。清水にとっても、さやにとっても、この12年はとても長かった。一度でも不正を犯せば、社会は受け入れてくれません。それでも家族がいます。清水も篠宮の父親もきちんと罪を償い、これからはまっすぐに生きてほしいです。それは檜山も同じです。檜山は羽木春子に手紙を書いていました。謝って許されることではありません。自分がしたことに向き合い、きちんと更生してほしいと思いました。秋澄が裁かれる場で、12年前の事件の真実を追うシーンは見応えがありましたね。最終回は
ほとんどが裁判でのやりとりでしたが、最高に面白かったです。次回作を期待させるラストだったため、また秋澄たちと会える日が来ると信じています。では、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。